OK でございます。はい。では、はい、30分、はい、2.5 キロ、はい。はい。よろしくお願いします。はい。どうぞカウントお願いします。3、2、1、スタート。おいしょいー。スタート30分、2.5 キロで、ポテト700のバーガーが1800。はい。で、計 2.5、30分です。いただきます。多分普通に食べれないんで、もう、こういう感じで。香ばしいな、パンだよ。あ、めっちゃ香ばしい。うん。うん。水も大きい。うん。うん。スカイツリー、全然関係ない。スカイツリー超近いですから。さっきびっくりしました、これ。まずポテトからいこう。うん、あ、うめえ。うまいっす。うまい。あ、うまい、うまい、うまい。これいいぜ。そう、今、あとチンチンが入った。なるほどね。これ乗ってるんだ、ポテトに。そうです。ですよね。そうです。よし、ちょっと、お引っ越ししよう。よいしょ。皆さん、こういうことですよ、こういうこと。これ、バーガー自体はこんな感じなんですよ、こんな感じ。こんな感じね。めっちゃ具だくさん。で、下にポテトが敷き詰められてる感じです、こうやって。これはね、ちょっとあの、おいしいってだけで普通に食ってたらちょっと事故るパターンですね。はい。もうちょっとブルブル揺れちゃって、うん、ただここはもう正解で、スタートになったりします。まさかあります。あっ、マスタードで、うめえ、うめえ、鉄板でうめえから、マジで入るんですよ、マスタード。よいしょい。ダメだ、うまく異常気になれん。あ、でもこれつけなくても十分うまいわ。これ普通にナチュラルでいくと若干甘いですよね、芋と思います。ですよね、はい。割と落ち着いてご飯食べれるところだと思います、こちらは。なんでアンチェインダイナーさんっていうんですか。アンチェっていうあの好きな映画があって、その映画から撮って、まあ、ダイナーを食堂として、この下町で食堂としてやっていきたいなっていうんだって。なるほど。ま
アンチェインっていう単語が、まあ、あのグラップラーバキの、あ、そうです、ミスターアンチェインかな、そうです、もうあのオリバーのことしか考えられなくてでも結構ね、これね、漫画好きな人なら多いと思うんですよね、今日が、うんうんってね、わかりますよね、やっぱそうだよな、ちなみにそのアンチェインってどういう映画なんですか？ボクサーの映画なんですね。ボクサー全然勝てなかった人なんですけど、はい、まあ、生き方が自由すぎてこう最後破滅になっちゃうような感じなんですけど、あ、結構尖った感じの、そうです、ドキュメンタリー映画で、おー、すげー、で、それで揚げる前に1キロなんですよ、揚げて、水分飛ぶと大体1キロ袋が700から800円なんで、このチャレンジ、いつ頃から始められたんですか？あ、ここですか？このチャレンジ、あ、いや、もう本当にメールした時は出来上がり、すぐにご連絡させていただいて、僕が YouTube でいろいろとチャレンジメニューを作ろうと思ったら、マックさんが 2.5 キロのハンバーガー食べてるのを見て、はい、それでじゃあうちでもちょっと違った感じでやってみようかって言って、なるほど、それがあれで辛いとかそういうのなしにしちゃったらやってみようかなと思って普通に店で出してるものと同等のよいしょー、これ肉汁ちょっと乗っけただけで、この肉汁が汁がすごいことなんです、汁が多分ハンバーガーとしてたら食べれないんで、どうしよう、うおベーコン、うん、結構ベーコンカリカリですよ、冷めなくカリカリ、めっちゃいい顔して、朝ごはんみたいにしてる、うん、うん、おいしいですけど、ごめんなさい、口胸ながら結構、くせ者おいくらでしたっけ？3500円です。これって、これで3500円としないですか？いや、多分もうだいぶ違いますよ、多分一人しかチャレンジしないようにして、あー、これ僕が言ってるの多分食べればすぐ分かると思う、もうすごいことになってるから、お肉とかですよね、そうです、で、2kg、500g 以上残したらペナルティでプラス2000円っていう形で、うーん、ね、これあの、本当にすごいっすよ、マジで超うまいよ、うん、歌うか、うん、硬っ、うん、最高ってステーキっぽかったよ、うん、
めっちゃうまい、マジで。僕別にこちらの回し物でもなんでもないですからね、言ってきますけど。上からね、これね。これ今肉とパンをバンズを食べただけでも分かったんですけど、やっぱこれバーガーとして食べたらめちゃくちゃうまいと思う。ちょっと切ないです今、正直。すみません、水をお借りください、お願いします。いや、これどうしても下だけでもバーガーとして食いたいな、これ。すごい、ほんとマジ超うめえぞ、これ。いや、どうにかして食いたいな。よし、いいや、もう時間かかってないから、ちょっと解体作業しよう。いい、あります。無理や、無理や。ダメだ、解体作業終了。俺は不器用なってことが分かった。ありがとうございます。玉ねぎのみじん的な、なんか入ってんの。そうです、ピクルスと玉ねぎのみじん。あ、ピクルスと。うめえ。あれ、分かりづらいかな、肉汁がもうほら、分かります、これハンバーガーの肉汁じゃないですよ、これ。何これ、なんか味噌ラーメンの上澄みの油みたいになってるぞ。それぐらい肉汁がすごい出てる。多分溢れちゃってんだろうな。下のバンズは多分このパテの油でちょっと浸ってて美味しい。もうまた違った美味しさあると思います。今日僕いつにも増して食べるのがどれだって本当すみませんね。もう全然うまく食べれない。
こからちょっとこのパンをねうまく食べたいんだよな。香ばしさと食感もいいし、このパン焼かれてて、ああもうほらめちゃくちゃうめえこれ。これは素敵。このでも何食べてるのよく分かんなかったですね。ごめんなさい。でも美味しいでいいでしょ。あげるのもいいかもしれないですね。僕はもうこの感じは超タイプ。めっちゃ浸ってるなんかあのバターとメープルかけすぎたパンケーキみたいな。
対これ作りたかったんだ最後。ごちそうさまでした。ストップ。はい、これ残しです。勝者の存在です。お疲れ様でした。スーパーうまいです。すごい。この肉のプルプル絶対癖になりますよねこれ。あれだ。いやすごい。これのミニマムバージョンってなんてやつなんですか。これも普通のベーコンエッグバーガーだと思います。普通的には。なるほど、ベーコンエッグバーガー。そうです。構成としては。その単純にあいにステーキ肉とか食感のあるものを入れたりはしてるんですけど、はい、よかったです。多分これとのことなんで、もしよかったらこれマジおすすめですから、本当に見てみてください。イエーイ。